難しいレースだったと思うんですけど、最終的にチャンピオンになれて嬉しく思いますか？まあ今日は難しいコンディションの中、正木選手がペース作ってくれて、まあ最後までちゃんとついていけて、最後ちゃんとバトルができたんで嬉しいです。まあこうやってファンや家族のおかげでチャンピオン取れたので、まあすごく感謝してます。レース前に考えてた作戦があったら教えてください。まあとにかくチャンピオンがかかってたんで、まあ転ばないように、まあ人のペースに合わせてついていこうと思ってました。この1年を通して自分のレースのこととかいろいろお話ししてください。まあ今年はまあ自分がスペイン行ってるので、まあプレッシャーもあったし、必ず勝たなきゃいけないっていう気持ちもあったんで、まあ難しい1年でしたけど、まあ最後までちゃんとやりきれて、まあちゃんとこうやってチャンピオン取れたので、まあ良かったです。次のレースセパンではどういうことを思ってますか？まあ最後はまあちゃんと優勝を決めて、まあ来年に向けていいスタートができるように頑張ります。